ダーメンジョコスモダミネーションが、なんかあのこの前ね、あの回復動画でいっぱい出たドラゴンフォースで、うん、あのガオくんで聞くんだって言ってたんで、はい、本当にドラゴンフォースは強いのかということを、あの漫画だとね、漫画だとあのガラ負けてたんで、レジェンドの方でやると思います。かけるくんでね、かけるね、かけるパイセンの、かける先生のパイセン、かけるパイセンだったらあれと相当と下だけ僕のゾディアックがガオくんを倒します。これ似てねえんだすごい勇気だこの動画撮る前から似てないなって分かってたけど、分かってたけどやらざるを得ねえねえガッサーメンジョーガラの方はお前にしたくなるよねすごいね最初はゲームじゃけんはい、強っ強っこの手札見て何も考えずに強っっていうの俺らやめよ本当にね高橋先行でバディーファイルオープンザフラッグ。もちろんドラゴンワールドレジェンドワールド、バディはじゃん新作のバルドラゴン、俺様のバディは精神竜ゾディアック最強のモンスターと噂の、はい、俺様が作り上げた最強のモンスターだいきます、チャージ&ドローから。まずはまあ安心と信頼のプレストコロナバイクロール、いいよ、アタックしていいですか、いいよ、アタックアタックした時ゲージプラス1、センターにモンスターがいないならもう1枚チャージ、もう5だよこれブレストコロナは強いよね。おしまい。ドロチャー、お。チャー。これ。しない。チャージャンとドロー。うえ。うえ。まあ、まずはエストレーラ。おお。効いている。これはいい。いいぞ。そしてバディコール。そうだよね。精神流ゾディアック。ゾディアック。あお手札からって言っちゃったけど、まさかドロップゾーンにネブロマスがいるっていうね。いや今チャージしたやん、はい、いるやつで、このカードは2回攻撃ゲット。ピスカピスカピスカピカクロスナイス、クロスナイス、ゲージプラス1、クロスしないす、クロスしないす、ジェミオス、ジェミオス、これはきたぞ。もうちょっと頑張りたかったけど、もうちょっと頑張りたかったけど、おいや、いや、頑張れるよ、おー、頑張れるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、あ、ちょ、え、こいつ、こいつがレジェンドワールドならこのカードは貫通を得る、はい、関係ない、スタードラゴンだったら打撃力プラス1だよね、はい、そうだった、俺もちょっと今、そういや打撃力1だって言おうとしたけど、俺まだ気持ちがガラだった、ははガラだった、アタック、はい受けます、2回攻撃、2回ネブロさん効果、なるほど、大きな攻撃返す、はい、2回攻撃、この男の方、男の方、え、それそれアイムだった、両方攻撃ですけど僕の、私たちの2回攻撃、清流の盾、清流の盾、じゃあ女の方、はい、必殺ないよな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 、こいつ自分に聞かせる博士、受けよ、4、1点、3、1点、おお、ゲージないし、あ、これチャージできる、レアモン使っていいですか、このカードをドロップゾーンに置くと、はい、対抗でゲージプラス2、おお、ファイナルフェイス、ファイナルフェイス終了なんで今食べちゃってよいやいや、相手を脅かすだけかよいやいやいや、グラビティレストをね、グラビティ、あ、なるほどね、グラビティレスト用にだよ、ね、ちょっと相手がモンスター出す前に、出す前にね、出す前にね、なるほどね、もはや様式博士のドロー博士の残り F2? 作れない、2、え、2? 2だ1、2、3、4、次のと勝てるグラビティレスト決まれば、まあ、そんな甘いことはないんだけどね、でもいいや、チャージアンド、はい、勝ったのか、
早くない気がさすがに今じゃこっちまだゾディアックそれぐらいあるしバディコールサイズオーバーですよエイスですエイスですバディコール大丈夫ちょっと待って、まあ、せっかくなんでね、はい、グラビティレストアバリ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 それやんなきゃいけない一応アルミドル捨てたんで様式日だはい、ゲージ1枚置いてカード1枚引きます貴様よくも悪くもうわぁうわぁよくも悪もドラゴンフォース解放ゲージ2だこのカードは君のライフが6以下でピンの場にカード面にバルドラゴンを含むモンスターがいるなら解放できちゃうと、はい、ゲージ2を払うと、はい、装備できちゃうと装備できちゃうはいそれグラビティレストできないんだよねこれグラビティレストできない、はい、あの相手は今博士自身がドラゴンフォースみたいなもんそれちょっとグラビティレストでバリバリってなってないじゃんガオくんだってもやられてたじゃんえでもガオくんあれでしょ力でなドラゴンホースのあの兆しでそうガルドラゴンホースには効かねえのか普通の武器だったらねそうドラゴンホースには効かないからそしてキャスト太陽の恵みこのカード、デッキの上からゲージ1枚置く昨日まで太陽力があるならさらに2枚ゲージ置くおおやるじゃんゲージいっぱいあるなやるじゃねえかアタックフェイスオッケーを飛ばしてファイナルフェイスなんかねグレートフルバルドリアン必殺ゴールバルドラゴンバルソーサーオーバーラッシュ知ってるよバル超超頑張るバルは攻撃力1万1000攻撃力1防御力6000のモンスターとなるいい連携攻撃コールしたよグラビティレストアバルーバル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 で一応このカード捨てられた時にあのドロップゾーンからコールしていいでさらに投与した時にライフ1払うと、うん、一応防御力と攻撃が毎日上がるよ、うん、防御力が7000、うん、これドロップで、はい、出したよ、はい、でレストしましたレストしましたグラビティレストしましたじゃあなんで急にテンション下がるんだよいやそろいいっすかねいいっすかあの申し訳ない気分になってきたドラゴンフォースじゃドラゴンフォースで突破できないどうするガオアミが面白いねとりあえずモノマネバルサーサーバルシュの能力発動ゲージ1払って太陽流のアイテム装備しているならこのカードをスタンドするよまあそこまではいいよそこまでいいそこまでいい連携攻撃だサーレコでやられ方攻撃力16000そしてドラゴンフォースは太陽流と連携攻撃するときスタンド、ね、このドラゴンフォース実はそのガオ君のはあの普通のねアイテムはファイナルフェイズに攻撃できないんだけれどもこのカードはファイナルフェイズに攻撃できる能力を持っているので必殺モンスターと一緒に攻撃できるちゃいます満足ですか貫通けるわけですよこれ残り6ですこれね一旦に1回って入ってないんだなアミーゴ悪いゲージ1スタンド連携攻撃スタンドゲージ1スタンド連携攻撃スタンドゲージ1スタンド連携攻撃スタンドスタンド連携攻撃スタンドアタックはーい来たお俺様のゾディアックがあこれ決まると本当強いわだってセンターあいつはここに20点目になる入ってたでしょゲージ1ごとに3点入るからねおっすありがとうございました結構俺のドリアックもいい動きしてた気がしたんだけどねそうね結構マジで勝てると思ってこれ以上なかったけど
まあ、あの、バルサバラッシュには一回キリストが効かないっていうことで。まあ、って思うじゃん。うん。でもな、俺は、そのドラゴンフォースを倒すために、うん。呼んできてるんですよ。何を？キヨさん。ほう、さっきからちょっと横にちょっと聞こえてたけれども。キヨさん、今のファイト見たか？見させていただきました。これで、もうドラゴンフォースの対策ができるね。バッチリ、一回見てもらえれば、見せてもらえればね、もういつでも抜けちゃう。楽しみにしてろ。しまったー。なんでアミーゴいつも足りるか。煽りに乗せられた感ある。ということで、動画20連発。